はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、先日アスマ動画 ASMR 咀嚼音の動画でね、ちょっと購入させていただいた札幌商工会議所さんのサイトからね、またちょっと商品を注文させていただきまして、今回購入したのがこちらでございます。トカチ加藤牧場さんのゴールデンジャージーミルクでございます。でこちらがね、約1本 900ml 入ってるんですけれども、4本購入させていただきました。それでね、まあちょっといろいろ何か料理とかに活用できないかって考えたんですけど、僕ねあんまり料理スキルがないので、ちょっとね引き出しがなかったんですけど、いろいろ調べてみたらね、牛乳でできるわらび餅風のデザートがあるみたいでして、今回はねそれを作っていこうと思います。今回のレシピとても簡単なんですけれども、用意するのは牛乳、片栗粉、上白糖のみとなります。で、ね、分量が一般サイズで 300ml の牛乳を使った場合、まず砂糖が 45g で片栗粉は 90g なんですけれども、今回ね3リッター分作ろうと思いますんで、かける10で作っていきたいと思います。でそれプラスね、茹でなくてもよくて、これ常温で食べられるタピオカをいただいたんで、こちらもね彩りに使っていこうと思います。まずはね牛乳3リッターを取っていきたいと思います。よいしょ、1本4本目は途中までだね。よし、続いては砂糖の準備ですね。これが、1人前 45g なんで10倍の 450g ですね。えげつないな砂糖よ。これで約 450g ですね。すごやばいんだけど。そしたら続いて片栗粉で、普通量だと 90g なんで 900g ですね。え？そんな入れる？はい、ってことで片栗粉 900g こんな感じなんですけど、これ溶けんの？はい、そしたらこれね、材料の準備はし終わったんですけど、さすがにね 5kg ぐらいの入るお鍋とかがないんで、今日もねこれ寸胴でいきたいと思います。まずはね、牛乳、あ、重い、3リッターを入れて、で、片栗粉を全部、これ本当大丈夫？で、砂糖450と、はい、しっかり混ぜて、じゃこれをね、中火にかけていくみたいなんで、このまま煮込んでいきたいと思います。はい、ってことで、あ、重て、しばらくね、これやってたら、だいぶ、見えるかな。こんな感じで、粘り気が。まあ、この量なんでね、正直、どれだけ混ぜても、ダマはできちゃったんですけど、これ冷やしたらね、ちょっと固まりそうなんで、一応、火にかけるのは、これで終了で。いや、重い。これ多分、硬すぎて、流れてかないから、タピオカ中に入れちゃおうか、これ。こうだな、こう。ってことで今こんな感じでね完成しました。いや思った。ちょっとねこれを一晩ね冷蔵庫に寝かしていきたいと思います。なんで実食は明日でございます。はい、ってことで翌日になりました。すごいのができちゃった。ミルクわらび餅を作ったつもりなんだけど、だからねこんな感じ。一応今日はね味変アイテムをいくつか用意したので、楽しんで食べていきたいと思います。食べよう。いただきます。まずねそのまんまでこんな感じでございます。よいしょ。そしたら、これはこれでうまいけど、わらび餅ではない。どっちかっていうとね、ミルク蒸しパンとか、そんな感じの味がする。うん。あ、味はでもうまいな。うん、うん。多分ね、片栗だと思うんだけど、
ねっとりした食感にプラスね、そのタピオカのもちもちとした食感があって悪くはないな。うん、冷たいミルク蒸しパンって感じかな。うん、あ、表面はこう粘り気っていうか滑らかな感じだったんだけど、中の方がねみっちりしてる。スイートポテトみたいな食感。この少ない量で作ったらちゃんと美味しくできそうな気はするけど、あんまりにも量が多すぎだから片栗が難しいの。うん、ちょっとカメラ越しで伝わるか分かんないんだけど、パサッとしてね、中が固め。うん、ただとりあえずきな粉と黒蜜をかけていこうかと。黒蜜と、あ、うまそう、あ、うまそうだぞ。一気にわらび餅感が。うまい。え？え？これうまい。すげえ、急に変わった。これいいかも。あ、これいいかも。これちょっと普通量で作っちゃうかも。またそれぐらい普通にわらび餅。いや、最初やっぱりあのわらび餅の頭で食べてたから、何もかけてない時はね、わらび餅とは違いすぎてえってなってたんだけど、これかけるだけでこんなわらび餅になるんだ。結構大発見でございます。いいよ。うん。喉がすごい。喉は。やっぱ粉がね、多いから、この量食べると喉の渇きが半端じゃない。うん。上しか食べてないんだけど、結構お腹いっぱい。すっごい。5パンチ。ただまあちょっと甘さにやられてきたんで、コーヒーを飲みたいです。ブラックアイです。今ね、最初のこの上の部分だけ食べたんだけど、一周満腹具合がすごい。これだけで片栗粉は900入ってるから、ステーキとかに換算すると2ポンドぐらい。いや、これお腹にたまる。きな粉が
もうお腹いっぱいでございます今日はもうちょっとパンパンなんで、これをね小分けにして冷凍してゆっくりね食べ進めていきたいと思います。ごちそうさまでした。ってことで今ねミルクわらび餅の方食べ終わりました。スイーツってやっぱすごいね。食感とかはね、気持ち本物のわらび餅よりも硬かった印象なんですけど、きな粉とかね黒蜜かけると一気に味はもうわらび餅っていう味、うん、そう、もちろんあの黒蜜ときな粉以外にもあの牛乳の方もなんかでいい感じに香りを出してて、わらび餅感は出てた、すごく出てた。で作り方もとっても簡単なんで、ぜひねあのご家庭で試してほしいんですけれども、ただ満腹感はとってもすごい。いや、お腹いっぱいです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。